冬の装いの山形県天童市、これまでで最も多いサポーターがその瞬間を待っています。紅葉真っ盛りの京都が鮮やかなベガルタゴールドに染まりました。昇格を信じて最後の戦いです。2年連続最終戦で涙を飲んでいる大分、勝つことで希望が膨らむ3度目の正直を信じてのこれから戦いです。夢の舞台へのチケットは残り1枚です。最終の第44節、今日は3カ所で進められる試合の模様を随時織り込みながらお伝えしていきます。昇格を目指す3チームの現在の状況をご覧のようになっています。山形仙台は今日より多くの勝ち点を得た方が昇格です。大分はこの両チームが敗れなければその望みは消えてしまいます。ゲームが始まりました。就任1年目、昇格争いに最後まで加わってきました柱谷監督です。その柱谷監督率いるモンテビオ山形、仙台と勝ち点では並んでいますが得失点差でポイント2つリードしています。大島がシュートに来ました。キーパー弾いた村上、根本が詰めていく柏が村上を抑えています。この山形のゲームの解説は長谷川健太さんです。長谷川さん、はい、いつも山形はこのキックオフ直後から攻め込んでいくんですが、そうですね、早速出ましたね。いや今日ね、でも選手たちの表情って結構落ち着いてましたね。あ、そうですね、はい、ただやっぱ柱谷監督は、まあ、いつも通りということをですね強調してましたけど、表情を見るとこう昇格するぞというなんか気持ちが伝わってきましたけどね。もし山形と仙台が今日同じ勝ち点で終わった場合にはその先の得失点差のポイントでの争いということになってきます。この微妙なリード、山形にとってはゲームプランに影響あるんでしょうか。まあ、ですから早く1点取りたいですね。1点取れば仙台が3点以上取らなきゃいけないわけですからね、まあ、非常にこう相手にプレッシャーをかけることができるということで、立ち上がり早い時間帯に先制してほしいですね。前線の大島を起点に攻め込んでいきました山形です。そのモンテリオのメンバーの紹介です。4バック、センターバックの鷲田、渡辺はかつてベルマーレにもいた選手です。そして24番の浮きがボランチ、佐藤雄介左サイドで、その左足からのチャンスメイクが光っています。6番の高橋健二はこのチーム生え抜きの選手、大島、根本という今シーズン10点以上ずつを取り合っている2トップです。山形がフリーキックのチャンス、長谷川さん、はい、佐藤の左足が、いや、いい角度ですね、直接狙える距離角度でもありますが、今シーズン直接は2得点の13番の佐藤、渡辺拓も上がってますが、佐藤が直接来た、裏上に弾いた、直接来ました、佐藤雄介。いや、いいですね、この立ち上がり、積極的にコーナーを狙う、この姿勢は、ね、非常にいいと思いますね。2つのシュートをいずれもフロンターレのゴールキーパーの浦上が住んでのところでセーブ。そうですね、やっぱりね、ゴールを狙うとチームの士気が上がりますからね。そしてコーナーキックのチャンス続きます。向こう側に長身の渡辺拓が見えましたが、このコーナーキックからも今シーズン何点も点を取っているモンテディオ山形、佐藤の精度のあるキックがその武器です。いいでしょ、直接来たか、長谷川さん、今のは、いや、今狙いましたね。何かモンテディオのチームとしての意気込みが伝わってくるようなこの佐藤の立ち上がりのプレー。そうですね、もう一つコーナーです。この辺のリスタートで点を取ることができればですね、非常に楽になりますよね。昇格に向けて仙台をややリードしている山形、その立ち上がりです。もう一度来た、また浦上パンチで登れます。立ち上がりから、まあ、普段の試合でもモンテディオ山形の場合には立ち上がりの少なくとも5分は相手にプレッシャーを、まずプレスをドンとかけに行くんだという戦い方をしていますが、今日もここまでまだほとんどのプレーが
川崎フロンターレ陣内です。青の縦島がモンテディオ山形、アウェー用の白のユニフォームが川崎フロンターレですが、1人フロンターレの選手が倒れています。まあ、今日フロンターレのディフェンスはいつも出ている箕輪、そして伊藤博樹が出場することができません。3バックの川崎フロンターレ、中央のリベロの飯島を除いて2人は普段あまり出ていないメンバーです。土井が倒れているようですが、そのメンバーを紹介しましょう。ゴールキーパー浦上、飯島はあのグランパスにいた飯島です。そして5バック、フォワードはかつてベルディやあるいはベガルタの前身のブランベルにいたこともありますが、はい、阿部芳典、そして伊藤明です。クロスが入りますが浦上です。フロンターレのディフェンスはここまでなかなか息つく暇がありません。今手前のタッチの外で背番号7番をつけた鬼木がスパイクを履き替えました。まあ、昨日までは雨の降っていた山形、長谷川さん、そのあたりの影響もあるんでしょうか。まあそんなにですね、ピッチ状態はあのぬかるんではいないと思いますので、あまりこうその雨が降った影響というのは選手にはないと思うんですよね。まだ傷んだまま、今日はディフェンスの控えでは川崎フロンターレの方はあのかつての日本代表の浅野が入っています。浅野もグランパスにいた選手、ちょっとフロンターレのベンチの動きが慌ただしくなってきました。まだ丸あるいは×といったシグナルが送られているのは確認できません。町田さん、はい、栗田さんですね、どうぞ。京都西京極です。山形よりも3分ほど遅れてキックオフされています。白いユニフォームがベガルタ仙台、すでに J2 の優勝そして昇格を決めている京都パープルサンガとの対戦です。こちらの解説は加藤久志さんです。加藤さん、はい、仙台の選手の緊張感あるいは清水監督の表情などどうご覧になりました。今日はそれほどですね、清水さんもなんかリラックスしてましたし、選手もちょっと肩の力抜けてるような感じしましたけどね。立ち上がり3分ほど経過しましたけれども、はい、まあなんていうんですか、今日前の方の選手ですね、岩本も財前、山田、千葉、中盤の選手がまあ揃ってますからね、まあ、いいゲームするんじゃないかと思うんですけどね。こちらの京都西京極は間もなく4分になるところ、前半の立ち上がりです。まだ両チームもちろん得点はありません。西京極の模様、フリーターアナウンサーと解説の加藤久志さんでした。今山形の方はこの根本がミドルシュートを打っていきました。ご覧いただきましょう。いやこれもね、少しアウトに引っ掛けたシュートでね、惜しいシュートですけどね。そして今のシュートに結びついた場面では、あ、この場面もそうですが、フォワードの選手が前線から相手のボールを奪いに行きました。この辺のね、積極性というのはもう一貫してますからね、今シーズン攻撃的なサッカー、守備を固めてまず相手の出方を伺うサッカーではなくて、自分たちの方から仕掛けていくサッカーを、そうですね、高い位置でボールを奪って、なるべく早いタイミングでシュートに行くというサッカーをしますよね。1年目の柱谷監督がチームを育て上げてきました。さあ今度は大分のゲームの模様ですが、佐賀鳥栖のゲームの模様です。中村アナウンサーです。はい、1時4分にキックオフされました。前半まもなく5分を過ぎようというところ、まだ両チーム得点ありません。ただ2分を過ぎたところでコーナーキックからサガン・トスがゴールネットを揺らすシーンがあったんですが、その際キーパーに対するファールがあって結局得点は認められず、大分のファンにとってはヒヤッとする場面でした。まもなく5分になろうというところです。試合前の大分の選手ですけども、びっくりするぐらい明るい表情が並んでいました。非常にリラックスしたウォーミングアップでした。10月の下旬に山形、それから仙台、大宮に3連敗した時点で、やはりここまで昇格のチャンスが残ると思っていたチーム関係者、それから選手も少なかったようで、そういう意味でもこうプレッシャーを感じないで今日は戦える、そういう姿が並んでいました。スターティングメンバーですけれども、ここ3試合3連勝中と同じ外国人を抜きの11人での戦いになっています。西洋国の模様、そしてトスの模様とお伝えしてきましたが、長谷川さん、柱谷監督、はい、山形は他の2会場の経過というのは気にするんですか。いや、全く気にする必要はないですね。もうこの試合でですね、まあ、ある程度のですね、勝ち方をすれば昇格が決まるわけですからね。チャンスになる右サイドバックの太田が来ます。太田からのクロスは、
ディフェンスに当たってもう一度太田に当たってしまいました。ゴールキックに変わります。まあ、今右から太田のオーバーラップがありましたが、相手陣内深い位置でボールを奪って、そこから左右のサイドバックが攻撃参加してくるというのが山形の一つの形です。右の太田、そして左には26番をつけた鈴木健太郎がサイドバックに入っています。ディフェンスの中央には5番の渡辺拓と22番の鷲田、中盤の底ボランチのポジションには永井敦と宇木、中盤の前目には右に高橋、左に佐藤雄介。セットプレーからもう少しでゴールかという場面を立ち上がり見せてくれました。前線は9番の大島と20番小柄な根本です。ゴールを守るのは鈴木克美。ロンタールが攻め込んできました。今度スルーをしてチャンスになる。あ、しかしオフサイドです。伊藤明オフサイド。フロンターレはこの伊藤明と阿部の2トップです。この今野はトップ下、かつてジュビロにいたプレイヤーです。そして右には2番の高田、左にかつて山形にも所属していました24番の塩川、中盤の底に鬼木と久野、ディフェンスは飯島を中央に、右に土井、左に小島という川崎フロンターレ。ゴールを守るのは浦上です。今映ったモンテディオの鈴木克美はこの山形の前身 NEC 山形が東北の地域リーグを戦っている頃からのメンバーです。鈴木克美と6番のミッドフィルダー高橋健二がこのチームのいわゆる生え抜きの選手ということになります。またセットプレーのチャンスを迎えている佐藤雄介から、いいボールですよ。ボイサイドに入る、ディフェンスクリアする。太田、太田が浮きに、ゲームキャプテンの浮き、かつてジェフにもいた選手です。カウンターに入りたいフロンターレは今野から、ただ山形はしっかりとですね、人数を残して攻めてますよね。あまりこう無理はしないと、立ち上がりですからこう非常にね、前から行ってるんですけどね、慎重にこう試合を開始してますよね。そのあたりが半歩リードしているということも言えるでしょうか。あまりそうですね、無理をして失点をすると非常に苦しい立場になると、ということを橋田監督は非常に分かってますからね。今シーズンの山形は総得点は61でリーグ8位ですが、総失点の38がリーグで最も少ない数字となっています。ですから相手陣内からボールを奪いに行ってリーグ最小失点でここまで切り抜けています。いいですね。佐藤雄介、佐藤がドリブルで来る、反対サイドに流してきた、追いつけばチャンスになります。モンテリオ取り返してきて、いいよいしょ、大島が入っていく、キーパー浦上です。26番左サイドバックの先ほど紹介した鈴木健太郎の攻撃参加でした。モンテディオどうですか、この立ち上がり。いや非常にいいですね。まあ、あの昇格の緊張というかですね、プレッシャーというのはなんかこのゲームを阿部から伊藤明が見てる限りでは感じられないですね。フロンターレは初めてのシュートになります。まあ、一方のフロンターレの方にも今シーズン J2 に降格をして思うような成績がここまで残せずに来ました。そうですね、本当に監督も変わりましたしね、2人変わったんですよね。まあ、開幕当初は森井監督、そしてピッタヘッドコーチがいました、はい、実質的にはピッタさんが指揮を取っていて、まあ、途中から堀井監督が改めて指揮を取るようになりました。現在は石崎監督、まあ、かつてこの山形を率いたこともある人が指揮を取っています。現在フロンターレは8位。ただフロンターレは思い起こすのは昨シーズン J1 の第1ステージで、はい、最終節セレッソ大阪と対戦をしてセレッソが勝てば優勝という状況だったんですが、フロンターレが延長 V ゴールでその優勝に待ったをかけました。私あえてそれを言わなかったんですよ、町田さん。あまりこう嫌な映像をですね、思い出したくないな今日のゲームはと思いましてですね。まあ、ただフロンターレの選手たちも当然そのあたりの意地というのも、いやそれは持ってると思いますね。少しずつフロンターレが盛り返してきました。2番は高田、手前に7番のボランチの鬼木、ああっと奪って山形大島のくさびを受ける太田、太田に対するファウルです。24番の塩川のファウルになりました。今日のレフリーは恩師さんです。ま
もなく14分になろうという前半、立ち上がりは山形が攻勢でしたが、長谷川さん、だいぶゲームが落ち着いてきた感じでしょうか。落ち着きましたね。ただやっぱりこう山形がやっぱりこう言っちゃ失礼なんですけどね、このメンバーでこの位置にいるっていうのはなんとなく分かりますね。非常にですね、チャンスでしょ。浮き球を振り向きざまの難しいシュートでした。根本、いや非常にですね、非常にこうチームの戦術が統一されてですね、非常に素晴らしいサッカーをすると。やっぱ J2 の試合何試合か見てきましたけど、その中でも一番ですね、いいサッカーをしているなという印象を受けましたね。山形の場合には限られた年間の運営予算資金の中で、まあ、外国人選手の獲得もままなりませんでしたし、はい、他のチームから戦力外通告を受けた選手たちを中心にセレクションを行って10人の選手を補強しました。まあ、戦力外通告の選手ということは移籍金がかかってきませんので、そうですね。その中で柱谷監督が育成を中心に選手たちを使い上げてきました。今度のシュート、こちらフロンターレの石崎監督、シーズン途中までは大分の監督を務めていました。そうですね、町田さん、はい、松野さんですね、どうぞ。惜しかった石崎監督ですが、その7番の今野さんして、鬼木選手の位置取りを非常に気にしていまして、もう少し前に出ていけという指示を出していますね。あ、そうですか。ボランチの鬼木の位置をもう少し長谷川さん前へという指示ですが、うん、まあ、佐藤雄介のポジションになると思いますけどね、うん、ポジションをしっかりと鬼木が見ろと。非常にこう佐藤雄介が中盤でボールを持つといろんなことできますからね、その辺を警戒していると思いますけど。鈴木健太郎からのクロスですが、うん、高いですね。浦上飛び込んでいったのは永井敦です。この人もかつてもちろん J1 でのプレーの経験のある選手、あのベルディのですね、永井選手の弟さんですよね。そうですね、まあ、かつては福岡で一緒にプレーをしていたこともありましたが、はい、大島奪ってフロンターレです。あ、ただ山形の選手が前から取りに行く。長いキャプテンマークは浮きです。山形の場合には選手を特別扱いしたくないということでチームのキャプテンは置いていません。ゲームキャプテンを浮きが務めています。伊藤明からのスルーパスはディフェンスです。奪って大島、根元に落とす。この辺のツートップの関係も素晴らしいですね。左に佐藤雄介、左からチャンスを作るのはこの人の持ち味。中に大島と根元が待ってますが、サイドを変えて高橋健二です。ちょっと長くなったか。高橋追いついてゴール前に3人選手が待ってます。近いポストだ、飛び込んでくる。あっとポストに当たった。ディフェンスのクリアがポストに当たってコーナーキックになりました。いや今ね非常にね、20番の根本、大島ですかね。あ、根本ですね。根本がですね非常にこういいポジションに飛び込みましたよね。いわゆる近い方のポストに入って潰れる格好になりました、はい、それで、まあ、フロンターレのディフェンス陣がですね少し慌てましたよね。あわやオンゴールと、さあまた佐藤からのコーナーになりますが、今度は直接ゴールを狙うというよりはゴールから逃げてくるボールになります。5番の、ね、渡辺非常に身長が高いんでね、遠いサイドに来た。まだある、まだありますよ。ヘディングシュート、その前にフラッグ上がってます。ディフェンスの選手がハンドかと思われましたが、 その前にオフサイドの判定です。最初のヘディングがあった時点で渡った選手がオフサイド。レフリーも分かってなかったですよ今。ここで見てみましょうか。この大島のヘディングでオフサイドのポジションに今いましたか。いやーちょっとですね、まあ、角度がついている映像でしたので、はい、はっきり分かりにくいものもありましたが、あ、大分の方に動きがあったようですが、栗田さん、あ、失礼、中村さんですね。はい、トススタジアムはホームのトスが1点先制しました。その場面です。前半の12分です。この右からのコーナーキック、22番フォワードの森田のシュートが決まってホームのトスが先制しました。大分は先制されました。立ち上がりから完全にトスがボールを支配するペースでほとんど大分陣内での試合展開が続いていました。トスが1点を先制、大分は苦しくなりました。大分は勝ち点3を取って他の2チームが負けなければそうですね、もう昇格の可能性はありません、はい、大分が勝ち点を1つでも取りこぼした段階で大分の昇格は消えます。
立ち上がりから何度か山形がフロンターレゴールを脅かしていますが、山形はまだ得点なし。クロスが入って大島、大島のこの高さも大きな武器です。大島は前橋育英高校からフリューゲル、そして昨シーズンは京都でプレーをしていました。高さもありますけれども、柱手監督に聞きますと技術もチームで一番だということですが、その大島は今シーズン12得点。高田、前に阿部が流れる。その阿部、手前の今度のスペースに来ましたが、助かりましたね。右サイドですね、非常にこう伊藤がいい動きしたんですよね、そこに出されなくて非常に助かったなというように思いましたけどね。今映っていた2番の高田は右のアウトサイドの選手かと思いますけれども、少し中でのプレーも時間長いようですね。そうですね、まあ、その辺は、まあ、先ほど言ったようにこう左サイド非常にこう山形がですね、あ、ちょっと危ないですね。阿部が渡辺拓の対応でした。やりとしました山形。塩川からのクロスが入る。ちょっとキーパーの鈴木が出かかって逡巡しました。塩川、大島、あっと危ないですよ。フロンターレボールのフリーキックになります。今の渡辺に対してのカードはありません。このまあちょっとね、このプレー危ないプレーですけどね。フロンターレにフリーキックのチャンスです。ちょっとディフェンスに落ち着きがなくなっているようなこの時間のモンテリオ山形、リーグ最少失点を誇るディフェンスです。宇野から直接来たか、出かかりました鈴木克美。いやー、先ほどのお返しとばかり狙ってきましたね。今の鈴木はある意味少し山をかけてたんですか。いやー、山かけてましたね。合わせてくるだろうということで少しポジションを前に取ってましたけどね。フロンターレのコーナーキックのチャンスになります。中央に伊藤が見えました。フロンターレまた巻いてくる。あ、鈴木がこぼした。クリアしました。ちょっとキーパーの鈴木に落ち着きがないような印象があります。山形ボールのフリーキックです。いや、それはそうでしょうね。生え抜きでね、ずっとこの山形でやってきたわけですからね。この位置は、いろんな意味でプレッシャーがかかると思いますね。これ他の選手たちに伝染するもんですか。まあ、ディフェンスラインには伝染しますよね。ゴールキーパーが少し浮き足立ってると。あ、ここで山形のフリーキックになります。まあ、そしてディフェンスの選手たちにはそのキーパーの分を少しカバーしなければいけないというような出てくると思いますが、渡辺が非常に、ね、経験ありますんでね。あのベルマーレで本当長年プレーしたんで、まあ、彼が声出して、ね、落ち着かせるべきですね。さあ、このフリーキックのチャンスは今ボールをセットしたのは背中13番の佐藤祐介、向こうには高橋健二がいますが、この辺で一発欲しいですね。渡辺祐介、今日非常にキック切れてますからね。距離が27、8メートルといったところ、高橋が来ました。今度は高橋が来ました。まあ、角度的には中央よりもやや左寄りということで、右足で蹴る高橋の方がいい角度でした。そうですね。はい。まあ、ただ柱谷監督ずっと動かないんですよね。落ち着いてますよね。就任1年目、柱谷監督に話を聞きますと、昇格というのは今シーズンのチームの目標の中には全く入っていなかったということで、そう言いながらもですね、試合前話聞くと絶対上がるぞというようなね、こう意気込みが感じられましたけどね。決めたもの感じられましたか。はい、感じられました。元日産でね、一緒にやりま、あの3年間あの橋立監督と一緒にプレーさせてもらいましたので、なんとなくこうそういう匂いがですね、伝わってきましたね。町田さん、はい、この時間帯柱谷監督から非常に笑顔が多いですね。笑顔が印象的に見えます。先ほど高橋健二がフリーキックからシュートを狙った後も笑顔が見えました。まあ、昨日一昨日ですね、ミニゲーム形式の練習をしたんですが、その中でも選手たちにはとにかくシュートをどんどん打っていけというような指示も出していました。
佐藤ですが、選手には、もうこの一番昇格するぞとかですね、この大一番だとかいう言葉で一切かけてないと、だから選手はこう緊張プレッシャーを与えるような言葉は一切しないということをおっしゃってましたね、まあ、本人に話を聞きますと、いつも通りに目の前の1試合を戦うだけで、自分たちの攻撃的な積極的なスタイルのサッカーをして見に来た人たちに喜んでもらいたいという話をしてくれました柱谷監督です。雑談の中では J1 昇格なんてガラじゃないよというようなこともおっしゃってましたが、いやいや、うちに秘めたものは熱いもの持ってる人ですから。またフリーキックのチャンスですが、今度は少し距離があるところです。先ほどは高橋健二が直接狙っていきました。ただ距離はありますけれども、今日の佐藤のキックを見ていると狙ってきてもおかしくない感じだと思いますが、狙いましたね。25分になるところです。前半ここまでモンテディオにシュート6本、フロンターレの方は3本です。今日は最終の第44節、残る1つの J1 昇格のチームの座をめぐって山形、仙台、そして大分がしのぎを削っています。山形と仙台が勝ち点80で並んで、大分は勝ち点77。ゴール前に送ってきますが、ここは鈴木です。塩川からのボールでした。フロンターレ向こうサイド、鈴木健太郎がドリブルで攻撃参加をしてきます。あ、まだ鈴木が行く、そしてゴール前に送ってきて根本が飛び込みますが、浦上です。 50m ぐらいドリブルをした後のクロス、やや精度を欠きました。山形はここ6試合負けなし、まあ、途中まではリーグ全体の中で5位から8位ぐらい中ほどの順位にいることが多かったんですが、はい、最後上位チームとの4連戦も3勝1分けで乗り切って、素晴らしいですよね。そして今シーズン初めて2位になりました。まあ、延長戦になったらほとんど負けてないですからね、体力には自信があるということをおっしゃってましたね、はい、シーズン中もフィジカルトレーニングを欠かさず続けてきました。朝起きて歯を磨くような感覚でフィジカルトレーニングはもう選手たちはできるんだと言っていましたが、まあ、でも今日の試合はですね、延長戦の前に決めたいですよね。この時間帯はそういうことを意識する時間なんでしょうか。まだね、その辺を意識しなくてもいいと思うんですけど、まあ、もう少しもう一旦ですね、もう25分過ぎましたんで、もう少し落ち着いて、ボールをこう回していった方がリズムができてくるんじゃないかなと思うんですけどね。今はボールを奪った後、まあ、サイドに散らしながらもすぐにこの相手のゴールに向かっていくような、いわゆるそのカウンター的な攻撃が多くなっています。そうですね、まあ、攻撃のリズムがちょっと早すぎるような気がしますけどね。大島のポストプレー、佐藤雄介来ますが、フロンターレにイエローカードです。2番の高田に対してイエローカード。この佐藤雄介は大宮東高校からかつては名古屋に入ったんですが、うん、名古屋同じポジションに日本代表、かつての日本代表の平野選手がいて、はい、全く出場する機会がなく、その後神戸、さらには大宮と移籍をしました。大島と渡辺拓が上がっている、低いボールできましたが、鬼木、高橋健二が奪われる。あ、ただ前からボールを奪いに行きます。最後は渡辺のファウルになりました。鬼木、15番は土井、ここにはこの、あと山形を奪う、いいですね、フォワードの選手がプレスをかけて奪った大島、根本がゴール前に入っていますが、一旦戻して鈴木健太郎、大島とのワンツーできますが、長谷川さんおっしゃったのは今のあたりのリズムですか。そうですね、あの辺で少しこう落ち着いてパスの精度を高めてくるとですね、もう少しこう攻撃のリズムが一定、まあ、安定してくると思うんですけどね。
高い位置でボールを奪って一気に相手ゴールをというのが山形の攻撃の形の一つですが、佐藤雄介から逆サイドに来るチャンスですよ。もう一度、あっとこれは今最後は狙ったんですが、最後狙いましたね。逆サイドをループ気味で、まあ、少し浮いてしまいましたけどね。ただ相手陣内でボールを奪ってから一気に攻めるという山形らしいサッカーはここまでは見事に発揮されていると思います。得点力はリーグ8位、最少失点を誇る山形。 J2 の場合には12チームの4回戦総当たりで行われました。まあ、最初の対戦を第1クール、2つ目の対戦を第2クールとしますと、第4クール最終クールは山形は1敗しかしてません。まあ、そういう意味ではあの昨日ですね、鹿島アントラーズが J1 で優勝決めましたよね。はい。まあ、その時も前半の立ち上がり10分で得点を挙げているわけですよね。まあ、ですから山形もですね、昇格に向けてですね、まあ、もう今30分過ぎましたけど、前半のうちに先制点を入れたいですよね。その前半は残り15分、ほぼ満員になりました。山形県総合運動公園陸上競技場です。J2 に参加してからの2年間、最初の年は7位、2年目は10位でした山形。カウンターから根本、最後は小島のディフェンスでした。まあ、前線には現在はコンサドーレ札幌にいる堀井という選手が9月末に10ゴールを挙げてチームを引っ張っていたんですが、その堀井がコンサドーレに移籍をした後、補強選手はなしで、ここまで戦ってきている山形。その堀井が抜けた直後は今の20番の根本が13試合で13得点という活躍を見せて、夏場プレスの効きが悪くなったチームを救いました。まあ、非常にねスピードのある選手ですからね、一発で点を取るということは可能ですから、そういう意味では非常にまたこうチームのこうローテーション回転が非常にいいんでしょうね。渡辺拓、塩川、シュートレンジに入ってきますがディフェンス入りました。最後は浮き、大島へ。この辺もねクリアボールしっかり拾いますからね、フォワードの選手が。根本へ、粘る根本、いいですね。浮きのボールを大島が粘ってキープをして、はい、そして根本とつなげました。なんか前線の2人の理想的なコンビネーションじゃありませんか。本当にこれ J1 でもこれぐらいのですねコンビネーションを見せるチームというのはないですね、なかなか。太田、今日は攻撃参加が一つありました。クロスが入る、大島出てきますが、競り合いの中でファールがありました。フロンターレボールです。この根本と大島の2トップのモンテディオ山形、2人で合わせて25得点を挙げている今シーズンです。まあ、その辺の、ね、2トップのコンビネーションというのは柱谷監督がですね、細かく指示しているんだろうなというのがこう垣間見えますよね。あの今シーズンは鴨川のキャンプで実質的に戦術的なトレーニングをスタートさせたモンテディオ山形ですが、その中ではフォワードの選手たちにはまさに手取り足取り、体の使い方、ボールの受け方、いやトレーニングをしたということなんですが、ポストプレーの上手いあの選手というかですね、人だったですからね。元日本代表、いや本当岩のようだったですからね。抜けてくる長いチャンスだ、直接来たか。今のは速いボールを送ろうという意図だったんですか。そうですね、狙ったんですか。低い速いボールを中に入れようとして少しこうミスキックになってしまいましたね。長いキャプテンマークをつけた浮きが中盤の底です。そして中盤の前には6番の高橋と13番の左足の佐藤雄介、渡辺拓。しかし渡辺拓は高いですね、打点が。平塚からセレッソ、そしてコンサドーレ、水戸と渡ってこの山形に今シーズン加わりました。またその渡辺、かつてベルマーレの時代にはJリーグ、かつての J リーグですけれども優勝争いをしたこともある渡辺です。高橋健二、
その渡辺も含めて今シーズンは10人の選手を補強しました山形。そのうち4人の選手、5人の選手がこの今日のピッチに立っています。フォワードの大島、佐藤雄介、宇木、鈴木健太郎、渡辺の5人です。バッテス健太郎がミドルレンジから来ました。失礼、鷲田だったですね。そうですね、芦田大監督苦笑いしてますけどね。主導権は長谷川さん、ここまでは山形が握っているように見えますが。そうですね、非常にいい形では攻めてるんですけどね、これ残り10分となった前半の間で1点取れるのと取れないのとでは後半に向けてだいぶ変わってくるんですか。いや、変わってきますよね。1点リードしてハーフタイム迎えればですね、非常にこう精神的にリラックスできますからね。そういう意味ではもちろん後半の45分も大切ですが、はい、この残りの10分前半、いや大切ですね。逆にあまり気負ってですね、攻め込みすぎるとカウンターというのを食らいますからね。佐藤から浮かしてくる、遠いサイドで折り返す、まあ、根本だったですかね、競ったのは。非常にこう身長能力が非常に高いですよね、まあ、1メートル70センチに届かない身長なんですが、上にも高さを持っている根本です。そして今度は大島、失礼、また根本ですね。スピードがあってジャンプ力があって、得点能力があると、非常にこうやっぱ素晴らしい選手を見出しますよね。地元山形の鶴商学園出身、昨シーズンは3得点でしたが、今シーズンはハットトリック2回を含むここまで13得点。サイドバックの太田、塩川のクリアになりますが、鷲田、少しじっくり攻めようというような意識も出てきているんでしょうか。まあ、両サイドに振って外からという意識はですね、ずっと立ち上がりから持ってますから、その辺の意識はもう捨てずにですね、続けてほしいですよね。この残り10分前半の間で得点を決めるために肝要なことはどんなことなんでしょうか。ラストパスですよね。ラストパス、はい、クロスの精度、ラストパスの精度をですね、もうちょっと上げてほしいですね。あとはこう無理な位置からですね、無理な体勢、無理な位置からこうちょっとまだ強引に打ちすぎる嫌いがありますから、はいはい、まあ、その辺は積極性という意味ではいいんですけど、もう少し確実にですね、外側を崩してほしいという感じもしますね。武器のキープでしたが、フロンターレボールです。フロンターレは立ち上がりはだいぶ面食らったような感じもあったと思うんですけども、はい、10分過ぎぐらいからだいぶ落ち着いて慣れてきましたよね、まあ、町田さんが発言をしてから少しこうフロンターレが何かこう活気づいてきたかなという、そうでしたかね、そんな気もしますけどね、はい、大島抜けてくるチャンスだ。あと逆にモンテリオのファールになりました。長井のファールです。最終第44節、3チームが J1 昇格の最後の1枚の切符をめぐって、長かった44試合のシーズン最後の戦いを進めています。山形は川崎フロンターレ相手にまだ両チーム得点なし。いや、早くバックスタンドがね、こう揺れる光景を見たいですよね。満員のサポーターが詰めかけています。阿部今野から宇田に送ってきますが、鷲田のヘディングいいですね。本当にこうディフェンスラインがきちっとですね、統率されてますし、やっぱりこうしっかり教え込まれてるなという感じがしますよね。サイドちょっと危ないですね。フロンターレのチャンスだ。伊藤明からのクロスが入って、武器のクリアでした。いやでもね、ゴール前もしっかりポジション取ってますからね、クロス上げられてもこうヒヤッとするような場面はあまり見られないですよね。あっと、ここはミスキックになって、佐藤雄介キーパーも戻ってます。いやちょっとね、この辺がですね、せっかく9番の大島がですね、いいポジション取ってるわけですからね、無理せずにですね、いいボールを合わせてほしいですよね。
まあ、もう2呼吸前でキーパーが前に出ている状況であれば、うん、はいはい、いい選択だったとは思うんですが、そうですね、もう非常にこう2トップの2人がいいポジションを取ろうとしている、まあ、そういうタイミングでしたからね、まあ、もう少しこうラストパス、その辺だと思いますけどね。あとは大島がくさびを受ける、浮き根本が追いますが、ゴールキックに変わります。大島の前線での、まあ、ポストプレー中心ですけれども、はい、ここまで仕事ぶりどうですか。いや非常にいいと思いますね。大島根本この2人の関係というのも素晴らしいですし、2人ともこうチームのためにこういろいろ動いてますよね。その辺の気持ちというのが、ね、伝わってきますよ。まだ両チーム得点がありません。まもなく40分、残り5分になります前半。長い根本のチャンスだ、シュート、村上フサイダー、いいシュートでした根本。いや惜しかったですよね、左足一振り、いいコースに、ね、シュート飛んだんですけどね、キーパーの浦上よく反応しましたね、このシュート。これで浦上が3点ぐらい救ってます。救ってますね。佐藤祐介からのコーナーキックだ、真ん中に来るヘディングシュート、ポストの右です。最後は鷲田だったでしょうか、あるいはこの渡辺か、はい、セットプレーが大きな武器の一つのモンテディオ山形、見てみましょう。ここでそうですね、鷲田ですね、鷲田ですね、ポストのわずかに手前に外れました。前半今ので11本のシュートになりますモンテディオ。スローインです。上がりから山形がフロンターレゴールに襲いかかりました。高橋健二が抜けてくるチャンスになる、根本がゴール前に入ってきます。遠いサイドです、ね、人がいなかったですね。今は大島がボールのポイントのところにいましたので、はい、ゴール前に入っていくことがやや遅れました。そうですね、佐藤雄介逆サイドもですね、少しこう中にポジション取るの遅れましたよね。ただ今も形としては根本がニアサイドに入って、はい、というなんか一つの典型だったようには思いました。ありますね、しっかりこうチームで決められたポジションをしっかり取ってますからね。そのあたりがおそらく、まあ、監督就任1年目の柱谷監督の手腕と、はい、いうことになってくると思いますが、やっぱり、ね、その辺の、ね、根本も今年ブレイクしたっていうのは、ね、やっぱ柱谷監督の指導というのがあったと思いますね。まあ、その中で前半で大活躍をしたフォワードの堀井はコンサドーレ札幌に移籍し、はい、移籍し初戦ですよね、デビュー戦でゴールを挙げたわけですね、挙げましたよね、はい。まあ、堀井が抜けた後に戦力の補強ができなかったわけですが、はい、2つの点でそれがいい効果をもたらしたと言いました、うん、1つには活躍をすれば、はい、うちのクラブは J1 から話があった時には出してくれるんだという効果、はい、そしてもう1つはそのポジションを争っての競争と、うん、そうですか。そういう意味で本当にこう、まあ、J2 の中でもこう鏡にしたいぐらいのですね、またこう模範にしたいようなチームですよね。大島から根本、あ、ちょっと根本の顔に相手の選手の手が入りました。今根本が倒れています。フロンターレは阿部、太田、太田一旦プレーを切ります。前半は残りの時間がほとんどなくなってきました。まだ山形は両チーム得点なし。先ほどまでの状況ですと西京極の仙台、京都も無得点、両チーム。鳥栖で行われているゲームは鳥栖が1対0と大分をリードしています。大分はリードを許しています。あ、フロンターレがボールを返します。鈴木勝美も途中ちょっと不安定なところがありましたが、はい、途中から落ち着いてきましたね。前線の大島を起点に攻めようという山形でした。
そしてこの位置で囲んで奪う佐藤雄介、根本が少し転んでしまった。この辺なんですよね。根本はニアサイド、まあ、その辺のこうちょっとした本当に意思の疎通ですよね。阿部のファールでモンテディボールです。レフリーの恩師さんはポイントを直します。前半残り1分ほど、山形が優勢ですが得点なし。大島がここでポイントを作る。大島に対するファウルです。まあでも山形らしい戦い方ですよね。ここまで今シーズン山形は1点差のゲームが合わせて26試合、はい、多いですよね、うん、さあこのフリーキックのチャンス、前半残り時間少ない。低いボールできた。あ、そしてこの位置から奪いに行きますが、渡辺のファウルになりました。渡辺に対してイエローカード。もう渡辺ね、これで3回目ぐらいですからね。まあ、今のファウルは、ね、それほどこう汚く激しくはないんですけど、まあ、合わせ技と、繰り返しの違反というのはイエローカードの対象になっています。なりますね、はい、渡辺は前節累積で出場停止でした。出場停止明けの今日渡辺、左サイドの佐藤雄介も前節は出場停止でした。その2人が戻っての今日最終節を迎えています。前半のロスタイムは2分です。一方的とまでは言いませんが、山形が優勢にゲームを進めた前半でした。ここまでその中でゴールがここまでは割れずにいます。まあ、ただね、あの相手ゴールキーパーの浦上が本当に3点ぐらい防いでますからね。立ち上がりから佐藤雄介のフリーキックもありましたし、その後の根本のダイレクトのシュートもありました。伊藤明、伊藤明が抜けてくる。フロントアリのチャンスが飛び込んでくるが、今のは阿部がニアサイド、逆サイドから高田が遠いサイドに来ましたが合いませんでした。山形はこういったプレー要注意。大島落とす、浮きが競る。前線で大島がよく効いています。鷲田、鈴木、佐藤雄介、一旦は相手ボールになったんですが、根本へ。まだありますね。飯島のクリアですが、大島、中に高橋健二も入ってます。大島が足がかかって、山形ボールのフリーキックです。もう前半の残り時間ほとんどありません。そうですね、この最後のリスタート、前半最後のリスタートでなんとかゴールに結びつきたいですよね。さあこの前半のロスタイムの間に大きな先制点を取ることができるか、モンテディオ山形。ここで入れば非常に大きいですよ。今佐藤雄介と高橋健二が何か少し相談をして、これからフリーキックの再開です。渡辺拓、中央、浮きが遠いところにいます。中央に送ってくる。もう一度中に入れてきますが、やりますよ太田。今度はグランダーのボールになってシュートに来た。最後は少し重なってしまいました、佐藤雄介。そしてここで前半終了です。モンテディオ山形、前半は攻め込みながらも得点を挙げることができませんでした。両チーム無得点での前半終了、ハーフタイムです。何かこういいんだいいんだとこう言い聞かせるように引き上げていった柱谷監督ですが、さあそれでは西京極の様子を聞いてみましょう。栗田アナウンサーです。栗田さん、京都西京極は今ロスタイムに入ったところです。まだ両チーム得点がありません。0対0。こちらの方の解説は加藤久さんです。ロスタイムが今出て2分というふうに表示されました。加藤さん、はい、仙台はですね、はい、序盤ちょっと押されましたけれども、その後また押し返して今イエローカードが出ています。マルコスがチャンスに行ったりしましたけども、ゲームとしてはやはり一進一退五分ですね、はい、両チームともシュートの数は京都が4本仙台が5本です。今このプレーでイエローカードが出ています。それから京都の方は先発にJ2 の得点ランキング2位の黒部が入っていたんですが、
前半の30分過ぎにですね、この黒部が交代しました。左膝を痛めているという情報がありましたので、おそらく加藤さん、これ怪我だと思うんですけれどもね。そうですね、あのトニタが入って、その代わり熱田が前に出ましたけどね。今ロスタイムは1分が過ぎています。表示された目安のロスタイムは2分となっています。前半白いユニフォーム、ベガルタ仙台です。今ボールに行ったのが9番のマルコス。マルコスがこのベガルタ仙台では34得点を挙げて得点ランキングトップ。ま、加藤さん、このマルコスに合わせようという思いはベガルタ仙台感じるんですけれども、はい、そうですね。ただ辻本、手島、佐藤陣、この3バックは強いですよね。高さもやはり負けてませんしね。京都の3バックはかつてあのフリューゲルスでプレーしていた3人で、はい、しかもあの手島と辻本は99年のあのワールドユース、ね、はい、その時のあの準優勝のメンバーなんですよね。まあなかなか硬いですよね。まあ、ベガルタ仙台としてもですね、今日は得点を取って勝ち点を上げたいという思いがあると思うんですけれども、チャンスになりました。アンヒョヨンです。後ろから飛び込んでいったのはベルマーレにいた松川です。右サイドから攻めるベガルタ、こちらには元日本代表の山田がいます。大友が絡んでいます。その山田から右の裏にボールが出ています。マルコスが近いサイドに入ってきますが、クリアです。コーナーキックです。今は17番途中から入った、本来はフォワードの富田です。この富田が右のアウトサイドに入っています。前半ロスタイム表示された2分はもうすでに回っています。元日本代表の山田が入れてきて、マルコスこぼれたところを拾えないベガルタ。ここで前半終了です。前半ベガルタ仙台と京都パープルサンガ両チーム得点がありません。0対0です。